の方、ピンクのバッジが。あとで責任取られる、取るとか言うと困るよね。川崎市から来ました、吉田と申します。まず、初めにですね、今回、緊急開催ということで、対話の広場、これ、今回設けていただいてますけれども、これはもうすでに、結論が出ている上で説明に来られるんでしょうか。受け入れるということは決定している上で、今回こういうことを説明をされているんでしょうか。そう、だから台湾じゃないんだよ。これが質問の一つ目です。格好だけつけてよ。二つ目はですね、言語明瞭意味不明と前のことだよ。やる気の受け入れをやられている、市町村あります。で、東京も当然やられてますけれども、山形市の方もやられてます。それでですね、こちらの方では放射性、効果物の方はですね、増えているという話があります。この辺について因果関係、今どうかわからないんですが、もし、神奈川でですね、そういうことが、瓦礫で、受け入れてですね、そういう事態が発生した場合、どうされるつもりでしょうか。責任だな。責任取ってね。そこはですね、まだだ。まあ、今度は一つ。はいはい。あとですね、先ほど倉田知事はですね、こういう、事態が発生したときにですね、今分かっていることに基づいて、実行していくしかないとおっしゃいました。しかし、今までの公害とかですね、そういうものはですね、水俣病もそうです、エイズ、薬害エイズもそうです、もともと分からなかったものを、無理に進めて、そういう結果になったと。そうそう、前川先生の先生が分かんなかったでしょ。そして神奈川の利益代表であるはずの黒谷知事が突然してそういうリスクのあることを、進められようとしているでしょうか。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。質問を聞いてください。この対話の議論は結論がすでにあって、そして対話しているだけなのかという質問がありました。そんなことは全くありません。もともと私はその受け入れたいという自分の思いはあります。でも、もともと申し上げました、地元の皆さんのご理解を得なければダメだということでありまして、私が直接お話をするということで、私、この開催しているところで、ですから、ご覧いただいたら分かりますように、皆さんのご意見は率直に全部受けております。ということで、ご理解いただきたいと思います。ここでの質問はみんな反対だよ。この放射性で物質の透過物が増えているという、ことを効果物だって把握しておりますね。もしあの環境省の方から答えていただければありがたいと。いい科学なんか分かんないんだから、今分かっていることに基づいて行政を進めていった、そんなことをずっとやってきて薬害エイズが起きたじゃないかというふうに言われました。まあ、確かにそういうことはあったでしょう。それは徹底的なやっぱり検証ということを進めていくしかやっぱりないわけですね、やっぱりこの世の中というものは。今を検証しなきゃ、今を測らなきゃ。神奈川利益の利益を代表する立場でありますけど、やはり神奈川県民というのはやはり日本国民ですよ。東北地方の皆さんを救う合格者だけじゃなくて、民間学者だけの力を合わせてできないか。みんな一生懸命その助けを求めてるのが助け合いじゃない。あんた首相じゃないでしょ。いやだってでしょ。思って一生懸命ご説明してる。いやだって言ってんだよ。この放射性物質を効果物か、効果物か、今ご指摘があったのは、例えば山田日々の放射性物質の効果物の量が測定されておりまして、それが各県、その日々によって、値がほとんど出てないとき、少し出るときとか、そういうのが生じているんです。で、山形県のご指摘は確かに山形で少し、ポンと跳ねた値が出たという。長崎でも出たよ。ただし、そこが原因が何だったかっていうのは正直よく分かってないです。はっきりしてるでしょ。じゃあだからそれを調べてくれって言ってんだよ。少なくとも焼却施設からの排ガスはしっかりモニタリングをしておりまして、そこでは出ていないということは確認をしております。
現在なお、じゃあ何なの、原発は完全に環境治癒の放出が止まっているわけではないので、さまざまな気象条件によって効果物が出ることがあるというのは想定されます。山形で山に一旦落ちたものがまたそれが大気中に行ってそれが降下すると、福島より多いわけ、そこは簡単には分からないと思いますが、少なくとも廃棄物の処理の中できちんと処理できているということは先ほどだからあなたたちはさ、都合悪いと分かんないっていうじゃない、みんな分かんないじゃない。はい、それではですね、ここでツイッターで寄せていただきましたご質問がございますので、質問をさせていただきます、読ませていただきます。トラッキーさんからいただきました。引き受けようとしている唾液が安全であるか証明してほしい。細野大臣が安全と言ったとかはなし。2、そもそもアシナは県内の廃棄物を処理する施設のはず、県内の廃棄物処理はできない、これをどうするか、県民に理解を求める、のは、瓦礫の安全性が、証明できない限りなし。ということで、トラッキーさんからいただいております。この前、ちょっと見て、安全であるか証明せよということでありますから、私はだから現地に行ってまいりました。この目で見てまいりました。安全基準があるわけですから、これにちゃんと中に入っているということをこの目で確認をしてきましたから、そしたら大丈夫です。だからこれは全部の各種測れないだろ、ずっとしっかりとこの調査しているということがありますので、これだったらばご理解いただければと思います。基準以下安全なんて誰も信じてないの、受け入れられないだろうということがあります。これは先ほどから申し上げてますように、地元との協定がありません。ですから今そのままの協定では受け入れることはできません。それはきちんとご説明して地元の皆さんが、ね、台湾待ってないんじゃないの、ということになったならば、その協定書の改定ということになったときに、また新たな状態になるんじゃないかと期待しているところであります。はい、続いてです。オレゴニアンさんからいただきました。何やってんのね。はい、いきます。今ご覧になってくださいですね。いや、バックが問題なのではなく、燃やすことが問題なのでしょう。バグフィルターでは、気化セシウムが防げないことも、気化前の前の、気化前のセシウム系がフィルター系の方が大きいことも市民は知ってますよ。という質問でございます。環境省は嘘ついてんだからいいよ。だってさ、放射性物質でやってないでしょ。ですけども、もちろん比較的沸点の低いものですから、焼却に伴って揮発する部分があります。でそれは揮発っていうのは排ガスの処理装置で集まって、むしろその排ガスの集めた火灰と呼ばれるものの中に集積するということが分かっています。でそれは火灰 のバグフィルターの安全性については、バグフィルターの前、バグフィルターの後ということで細かい測定もしておりまして、そういったデータもこれまで安全評価検討会の資料としてお出しして全て公開しておりますし、さっき言ったように、公益処理のガイドラインの中でそのあたりどういう検討をしてきて、どういうデータに基づいてこういうふうに定義をしてきたのかということと、16都県の、焼却施設で、測っているデータについてもきちんと示しておりますので、各種は何なの、各種は。はい、それでは、そろそろお時間が迫ってまいりました。あと2名とさせていただきます。あと3名とさせていただきましたが、この他意見がございます方は今日のアンケート用紙に自由に書く欄がございます。それを提出していただきます。たくさんいただきました。じゃあ、こちらの、今ちょっと手を挙げてくださいました男性、はい、お願いします。お願いします。お願いします。マジになるぞお前。こっからの焼却灰、いわゆるゴミ焼却灰は100いかないんですよ。80なんです今。それからおでんの焼却灰は800だとか900、あるいは雨が降っても1000かそこらなんです。で横須賀市はこの焼却灰を処理することができなくて
そうだよ。そうだよ。なんで横須賀市の地元で800とか1000の灰が処理できなくて溜め込んでいるのに、県が横須賀に持ってきて3000、4000のものを管理、放り投げようとするんですか。そうだよ。それはね、もう県民だったら管理省に。どうしてそんな素晴らしいことをするんですか。じゃあ横須賀市の行政は区別されてるってことじゃないですか。そうだ。どうするんですか。これから一つナイス回してね。これからね、科学的な根拠が変わったら、じゃあその根拠で責任を取ることができないって言うんだったら、そんなことだったら行政の役割なんかないでしょう。そうだ。そんなことはやらない。そうだ。そうだ。それはこういう数字というものはやっぱり基準というものがあって、それに基づいてやっていくということで、私は冒頭その自分の説明の中でも申し上げましたけども、汚泥焼却場合実はこの処理困っております。国は8000ベクレル以下ならば、大丈夫だという基準を出していただいているんですが、でもなかなか地元の皆さんにご理解いただけなくて、焼却場合が当たり前だ積み重ねられていると、こういった状況であります。みんな困ってるんです。東電がやりゃいいんだ。東電が基準はやっぱりこう、こう中でも8540基準よりもさらに厳しくしたんです。神奈川県は厳しく大丈夫じゃないか。してないじゃん。この8000ベクレルは受け入れてるんですね。でも、いい加減なこと言わなよ。さらに厳しくして、だから消費前に100ベクレルというこの厳しい基準です。8000と100関係ない数字でしょうか。どっちもゆるゆるだよ。根拠として今はこれを信じていく。何それ。行政を運営していくだろう。その中で先ほども一方申し上げましたけど、他の放射性物質と比べてもこれは極めて低い数字でありますから、これならばそういう不安ということを8500に変えたの。でもですね、済むんじゃないか。それとともに今回これでもっとご説明してはい終わりというわけじゃなくて、これからもずっと皆様に情報を公開し続け、そしてご納得いただけるようにずっとやってまいりますということを、誠意を見せ続けるということを申し上げていくので、何とかご理解をいただきたいと思っております。理解できない。理解できない。はい、それではこれが最後になります。できない。失礼しました。お答えがあるとでございます。私自身は、私が属しておりました教室が東京電力から県庁に回っていることはありません。ただし、私自身が個人的に東京電力からお金をもらったという、それは、東京電力の今、自己収支のために作業員が3000なり4000人毎日働いています。そうするとたくためのですね、救急医療室を作りました。これは、関係省庁の方々に協力いただいて、超本気的に、非常に短期間の間に救急医療室を作りました。そこに3回私と入って登録をしておりますので、その都度借金として東京電力からいただいております。それだけです。理解はあったんですか。聞いてないよ。それでは最後の対決策をですね、じゃあ今手は立っていらっしゃる方、はい、シャブーと思っていらっしゃる方お願いいたします。最後になります。神奈川区から来ました小川と申します。今ですね、いろんな放射線のそのいろんなことを言ってますけれど、全然とにかく危険物じゃないという格好の前提ですから、それであればですね、どっかなんかで後々津波の地域はですね、高くしなきゃいけないわけですね。だからそのままそこに埋め立てて周りの全部コンクリートで、そして高台を作ったらどうですか。そうだよ。そうだ。このトップみたいな形にできないんでしょ。本当だよ。そうだよ。どうぞ、それについてお待たせください。国にちゃんと言ってよ。実際に復興のために手を差し伸べるやり方というのはどんな形があると思います。そういうふうなことも選択肢一つかもしれません。
しかし少なくとも今日来ていただいてます、工藤さんも来ていただきました、私も現場見てきました。現場からの今の悲痛な思いというものは、今この瓦礫を早くその片付けてほしいという中で、地元は一生懸命やってるんだ、それでもなかなか知らないことがあるから、日本人として、ね、他の地域からも手を差し伸べてほしい。日本人だけじゃないでしょう、神奈川にいるのは。日本人の中でかつて国をしっかりと守り、しかも情報は徹底公開して、下も誠意を尽くしてご説明して、次回はデモでお会いしましょう。一番となって、全然ご理解得られません。いう思いをそろそろ次回はデモで。次回はデモでお会いしましょう。よーし、ね。全然理解得られません。私たちは怖いんです。先ほどもちょっとご説明させていただきましたけど、災害によって発掘いたしました大量 のコンクリートから、あるいは海から上がってきた土砂、これについてはですね、現地におきまして復興資材ということで活用させていただくと言っています。その中の一つの案といたしまして、鎮魂の丘といいますか、あの瓦礫と土砂を用いてですね、あの津波の防波堤にもなりうる、あるいは避難所にもなりうるような施設、そういったものについてもですね、現在の復興捜査課でさせていただいています。問題は可燃物でございます。可燃物はちょっと埋めるということについてはちょっと抜かないというふうに私どもも考えてございます。集める人は人は人は人埋めてましたよ。ありがとうございました、お時間となってまいりました、最後に最後スペシャルでさ、質問を受け取っててよ、スペシャルでさ、それぐらいの配慮してよ。本日はありがとうございました。長時間、なかなかこのね、用意尽くせないところがあります、しかし私は自分の気持ちの中では、なんとかしてこの道路を復興に向けてなんとか手を差し伸べたい。住民投票しよう、住民投票しようよ、じゃあこれをいくらにすれば、いくらまで下げる。